はい、どうも、都市伝説ミュージアムです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、都市伝説ミュージアムとは、昔懐かしいオカルトや都市伝説などを再度楽しむというコーナーでございます。はい、今回紹介するのは、ノストラダムスの本当の大予言です。ノストラダムスというとね、懐かしい。まあ、歴代でナンバーワンの予言者としても知られていますよね。実はこのノストラダムスというのは医者だったんですよ、うんうん、ペストですね、うん、疫病のペストの、まあ、研究員とか治療員として、まあ、働いていたんですけれども、はい、その当時から実は予言じゃないけれども少し先の未来が見えている能力というのはあったんですって。ほう、予見っていうんですけどね、うん、言ではなく、うん、少し先の世界を見るっていう力はあったんですって、うんうん、ただそれに関しては何だろうぐらいにしか思ってなかったんですよ。ただそのペストの研究をしていく中で、うん、まあ皮肉なんですけれども自分の奥さんと子供実はペストで亡くしてるんですね。ああそうなの、うんうん、その時に先を見る力っていうのをもっとちゃんと使えてたら奥さんと息子の命が助けられたかもしんない、うん、と思うわけですよ。はいはいはい。じゃあもっと勉強して奥さん子供は助けられなかったけれども、うん、未来の人たち近くの人たちを助けていこうって思って予言を勉強して強化していくわけですよ。なるほどね、はい、うんうん、でその中で使われてた手法というのがテウルギー。これがですね神秘的呪術と言いまして、うん、世界では神に近づく方法なんて呼ばれているんですよ、うん、でノストラダムスだけではなく使っていた方で言うとピタゴラス、プラトン、あとエリザベス1世についていたジョン・ディーという方がいまして世界を動かしてきた何人かはこのテウルギーという技を使っていたんですね。どういう風にやるかなんですけど、そのテウルギーというものは、うん、なんなんボールに入れた水をね黒く染めるんですよ、うん、インクで、うん、軽い幻覚作用のあるナツメグをですね大量にその中にぶち込むんですね、うん、でそのボールの中をじーっと眺めていると先の未来が見えるっていうんですよ。だからトリップしてみてるんですね。幻覚作用で先の未来を見通すっていうんですよ、うん、先の未来を見るという方法を使って、うん、歴書というものを作ってたんですよ。歴書、歴書、これが1年に1度発刊されるもの、発行されるもので、はい、何月何日何曜日雨が降るみたいな、うん、予言書なんですよ、その1年の、うん、1年スパンの予言書、そう、うん、まあ、2年とか3年もあるらしいんですけど基本は1年らしいですね、うん、はいはい、で何月何日に種を植えると綺麗な花が咲きますよとか、うん、あ、植物が育ちますよとか、種を植える日まで予言してくれるんですよ。それが歴書と言いまして、うん、まあ、数多くの信じている方っていうのはそれを見てじゃあ何月何日に種植えようとかって考えてたんですって。ああ、じゃあそれもちゃんと使われてたんだよね、うん、そうなんですよ、うんうん、で歴書をずっと出してたんですね、うん、ノストラダムスは、うん、ただある年ノストラダムス捕まってしまうんですよ、うん、歴書出してしまって、うん、というのもこの歴書というのはその教会とか地域に認められていないとこれ出すことがダメなんですね。できないんですよ。はははは、認められたものでない人が出してたらもう何でもかんでも信じられちゃうから、うん、ちゃんとこれは私たちが認めたものですよって判を押された人でないと出すことができないんですよ、うん、じゃあ許可制だったんだね。そうなんですよ、うんうん、なんですけどノストラダムスはそれを無視して出してしまったんですね、うん、モグリの意思だ。そうなんですよ。でそこでノストラダムスは思ったんですね、うん、先の未来が見えて、うん、書き記す術もあるのに、うん、それを知らせることができない、捕まってしまうから、うんうん、じゃあどうしたらいいんだろうということで詩にするんですよ、うん、詩にして分かりづらくして予言書にするわけです。だから今分かりづらくなってみんなが暗号だ暗号だって言ってるんですよ。だもともとその時に捕まってなければ、そうね、何年何月何日にこういうことが起きますよってシンプルにみんなは知ることができたんですよ、うん、どないなっとんねん当時のフランス。でもその歴書というのがかなりね、ノストラダムスってやつが出す歴書は当たるらしいぞとなっていたから、うん、みんながみんな待ち望んでたんですよ、その次の歴書を。あ、じゃあ売れてたんだよね、うん、ただ出せないから出したものが刺繍なんですよ、うん、これがレ・プロフェティエっていうものなんですよ、うん、予言集なんですね。予言集とは言ってる。そうなんですよ、うん、だから歴書として出してないんですね。なるほどね、はいはい、それが予言集で、うん、全 10冊あるんですよ。10集あるんですね、うん、10巻あって1巻で100編載ってんの。100個のそう予言が載ってんの。7週だけなぜか42編しか載ってない、うん、だから
計942の予言を出してるんですよ、うんうん、とんでもなくない？いや、多い、多いなと思うね、うん、942なんです、うん、これが全部予言ではなくて実は、何週の何編の予言を紐解くために何編何週をまず読み解いてこっちに当てなければいけないみたいな。めちゃくちゃめんどくさいな。そうなんですよ、これ暗号になってるんですね、うん、ダヴィンチコードみたいになってきてるね。まさしくそうなんです、うんうん、ダヴィンチコードみたいにもうすごいね、売れまして大ベストセラーなんですよ。売れるんだ。そうなんですよ、うん、当時聖書の次に売れてたんじゃないかって噂されるぐらい、へめちゃめちゃ売れてて、それをねまず一番初めに読んだのが、うん、時のフランス王妃のですねカトリーヌ王妃が読んだらしいんですよ、うん、王妃にね、うん、認められるぐらい素晴らしい人だったということがこれでまあ分かりますよね。そうね、気になったのよね、うん、口コミで聞いてて、そうなんですよ、すげーのあるって、うん、でそれ以外にもなぜそういう風に広まっていったかっていうのが一個理由がありまして、うん、この時代に印刷機が生まれたんですよ。なるほど。そうなんですよ、で印刷機で大量にそのまあ、そう予言集がすれるから世界に広まっていったっていう理由もあるんですね。でタイミングもバッチリ合っちゃったんだね、バッチリなんですよ、うん、で、まあ、ノストラダムスの予言集がたくさんの人に読まれていったんですけれども、うんうん、まずこの予言集が本当に当たってるかどうかっていうのは気になりますよね。でそうだね、うんうん、当時まあ、あのノストラダムスが生きている16世紀ですか、フランスなんですけれども、うん、そこでうわ当たってるなーって話題になった予言が一つあるんですよ、うん、ちょっとそれ読んでいきます、うん、それがですね、若き獅子が年老いた獅子を打ち負かすだろう、戦場での一騎打ち、黄金の兜の中両目をくり抜く、二つの傷が一つになりやがてむごたらしく死ぬっていう予言なんですよ、うんうん、これ実はノストラダムスが生きている時代に当たってるんですね。ほうほうほう。これで注目を浴びるんです、最初の予言だということで。近いところの予言だったんだ、うん、1559年アンリ2世の死を予言するわけです。これは予言じゃないかって言われてるんですよ。このアンリ2世っていうのはさっき初めて読んだカトリーヌの旦那なんですよ、うん、ああへえ、そこと関わってる。そうなんですよ、うん、馬上槍試合が大好きで獅子の紋章をつけていたと、うん、で、ね、モンゴメリと戦うわけですね、うん、モンゴメリの矢が、うん、このアンリ2世の目を貫くわけです、うん、亡くなるわけなんですね、うん、びったし合ってるんですよ。そうね、若き獅子が年老いた獅子を打ち負かす、戦場での一騎打ち、うん、黄金の兜の中両目をくり抜いて死ぬっていう、うん、びったり当たってて、えこれマジで予言なんじゃないとなるわけです。はいはい、はい、それですっごいノストラダムスの、まあ、予言集が売れていくわけですね。実績をね、うん、出したから。そうなんです、うん、で、まあ、他の予言をちょっとね紐解いていきます。ここからは、うん、ロンドンでですね1666年9月にですね大火事があるんです、うん、ベーカリーが火元、市内の家屋が 90% が灰になったっていうですね、うん、すごい大火災があったんですけれども、その予言があるんですね。正義の血はロンドンで欠けるだろう、666で終わる年、神の意志により突如燃え上がる、高齢の貴婦人が高きところより転落し、他にも多くのプロテスタント教会が破壊されようっていう、666で終わる年、また出た666、うん、1666年なんですよ、うん、それもびったしやっていて、突如燃え上がる、プロテスタント教会が破壊されよう、でロンドンも全部合ってるという、場所も年も当てて燃え上がることも当ててるんですよ、うん、毎年燃え上がってるわけじゃないですからね。まあ、まあ、まあ近いもので言うとヒトラー当ててるんですよ。ヒトラーまで急に、うん、1934年ヒトラーがドイツの総統になる、うん、これも当ててるんですね。うーん、空腹のあまり野獣は川を泳ぎ渡る、大部分の人々がヒステルに敵対し、偉大なものは鉄の檻に入れられ行進する、うん、ライン側にいるドイツの子は何も目に入らないっていうものなんですけれども、これがヒトラーのものじゃないかって言われてるんですよ、うん、でその当時、うん、ヒトラーもこれは自分の予言だって思うわけです。なるほど。で、これをうまく使うんですね、頭がいいから。ヒトラーはノストラダムスの予言を使って攻める方法もノストラダムスに沿って攻めるんですよ。そしたら、ノストラダムスが予言してるから当たるから、相手側はこれ当たる、もう予言されてるものだからって思うわけですね。うんうん、で、なおかつその予言書をフランスの空から撒いてみんなに知らせるっていう技もやったっていう。へえ、じゃあもう。すごくない？すごい利用したんだね。そう、予言集を、まあ、巧みに使って、フランスを攻めていったっていう話もあるんです。なるほど。我々日本人が一番、うん、あ、これ知ってるというのが、うん、1999年の7月、空から恐怖の大王が来るだろう。うん、
アンゴルモアの代用を蘇らせマルスの前後に守備よく支配するためにっていう、うん、それだよ言葉があるんですけれども、うん、いや当たらなかったじゃんって思わない？いやもうそれでみんな狂ったんだから。狂ったんですよ。MMR 見ておかしくなったんだから。そうそうそう、うん、でもねこれある科学者が当たってるよって言ってるんです。誰？中澤武史。科学者じゃねえよ。科学者ではねえ。中澤武史がねこれじゃないかって言ってるんですよ。ユーマ研究家。そう、うん、1999年7月から平均温度が上がっているんですって。うん、こっからなんですよ。だからアンゴルモアの代用は我々をじわじわ仕留める気ではないかって言ってました。なるほどね。こっから上がってるから確かに即死させるっていう感じではなくてもいいわけだね、うん、そうですそうです、うん、次です。911も予言してるんです。45度で空が燃えるだろう、うん、大きな新しい都市に火が近づき、うん、炎の熱い壁が瞬時に飛び跳ねる、うん、北方の人を試したい時に、うん、新しい都市というのはニューヨーク、うん、北方の人アメリカ。45度というのは飛行機の角度を表しているんじゃないかと科学者は言っているわけです、うん、ビッタシ当ててるんですよ。ビッタシかそれ。ビッタシ当ててるわけです。ビッタシかな。ああ、でコロナも実は予言してるんですよ。はいはい、はい、遠い国から来た剣は血に滴り大規模な疫病がやってくるだろう、うん、救いは近いが治療は遥か彼方。これに関しては俺でも言えるわって思ったよ。いやそうでしょ、うん、だって当時コロナの要素があんまないよ。そう、16世紀はペスト流行ってるんですよ、うん、そう、うん、ネズミのね、うん、誰っても言えるんですよ。自分がそこのこれに関してはその渦中にいた人なんですよ。そうですそうです。そう、ただこっからです、うん、本編は、はいはい、こっからが本当の予言って言いましたよね、うん、ここまでは普通の予言ですよ。こっからなんです、僕が伝えたいのは、まあ、振り返りだよね、はい、うん、マリオ・レディングというですね、うん、ノストラダムスに最も近い男と言われている人間いるの知ってますか？いや知らないね。これがですねノストラダムスのことを20年調べ続けているノストラダムス研究者なんですよ、うん、これは予言暗号解読者とも言われてます、はいはい、このマリオ・レディング曰く、うんうん、今までの研究者全員カスって言ってるんですよ彼。なんでここに気がつかないの？もっと深くちゃんと解読できるっしょ。レベルが違うんだ。レベルが違うと言ってます、うん、マリオ・レディング曰く、うん、以前の解読者というものは答えを導き出せそうな部分しか見てないわけです、うん、強い言葉があればこれは予言になってるんだろうと、まあ、まあ そうね、そこだけを引っ張り出して予言だ予言だって言ってると、つなぎ合わせやすいからね。そうなんですよ、うん、いや違う違うと言ってるわけですね、はいはい、貴族や教会の関係そして暗号学スパイ学を勉強をしてないとできないと。そもそも暗号というものがね、うん、知識がない。そうなんですよ、うん、それが全く知識ないしできてないやつがどうやって暗号を解き明かすんだって言ってるわけです、うん、マリオ・レディングは。だから安易な言葉ばっかり拾ってやっちゃうんだと。かなり強気なんですね、うん、そもそもお前たち、うん、日付型インデックス見てねえじゃんってわけですよ。ほう、日付型インデックスって何って話なんですよ、うん、どういうこと？今までそいつらはなぜこの日付型インデックスを見てないんだってかなり怒ってました、うん、この日付型インデックスというのは全ての、ま、暗号には実は番号が振られてるんですね、うん、何週の何編っていうみたいに、あるね、あるある。その番号っていうのは年代に関係しているんだよって言ってるんですよ、うんうん、例えば49の場合何週49編の時は1549年1649年1749年っていうのを当てはめていくとどっかの、まあ、年代に当てはまるわけですよ。49が、ね、49が入るどっかの年に関係する。そうなんですよ。こう考えればねこれって実は、うん、何週何編、例えば49とか50とかあるわけですよ。あるね、うん、あるんですけど、それが全部例えば調べてみて当てはまってなければ、うんうん、じゃあこの50編は未来のことを指しているんじゃないかと分かるわけですよ。何にも当てはまってないってことは未来のことを言ってるんだと。消去法で過去に当てはまってないから未来だろうってことね。1800、1900と当たってないことはこれ2050年のことを言ってるんではない。なるほど。こう考えれば今までのことではなくて未来のことを指しているということが分かるっていうわけですよ、うん、はいはい。そしてノストラダムスはじゃあ未来何を予言しているか、うん、これがですねこのマリオ・レディング曰く、うん、21世紀は3人目の反キリストが登場する、うん、そして隕石が落ちる、うん、その他人工知能の予言とかもしてると、うん、だから解読しなければ未来人間は死に絶えるかもしれないと、うん、まず気になるのが、うん、マシーンが人間を超えるということをですね16世紀にノストラダムスが予言してるんですよ。
印刷機ができた時代にマシンの概念があんまりまだないよね。そうですよね、うん、そんなこと考えられるという、うん、その予言があるわけです。すごいね、はい、涙、叫び、怒号、恐怖、人間味のない残忍で黒く麻痺した心、流血、飢え、そして無慈悲。これが人工知能 AI のことを指しているんじゃないかって言ってるわけですよ皆さん。まあまあ、マリオ・レディングはね、まあ、無慈悲な感じはわかる、うん、人間味のない残忍で黒く麻痺した心、うんうんうん、これは完全に人工 AI なんですよ皆さん。確かに、まあまあ、うん、そう取れなくもないかなぐらいはある、ね、はい、うん、そして隕石落下気になりませんか。まあ、ね、隕石落下でも常にやってるからな、うん、そうですよね。なんでマリオ先のことっていうの。レディングは日付型インデックスでも年代まで的確に言ってます。じゃあそれならちょっと、はい、うん、2069年です。まあ、ちょい先、はい、ちょいっていうか、まあまあ先だけど、人類の大きな悲劇の後にはより大きな悲劇が待っている。空に見えるのは火、火花の尾を引きずりながらっていう、うん、隕石っぽい。隕石が要はふーっとここなんか尾を引くみたいに、うん、それは隕石っぽいよね、うん、これが隕石の予言じゃないかと。これがインデックス番号69で、69年でどの歴史とも結びつかないから、これは2069年かもしれないよねって言ってるわけです。なるほど、マリオはね。しかも悲劇の後にっていう。そうなんですよ、なんかがあった後に、はい、さらに追い打ちかけるように隕石が。そうなんですよ、ことね、はい、そして次の世界戦争の予言もしてます、うん、インデックス番号70、空からの槍は完全に圧倒するだろう、地について語り恐ろしい処刑あり、うん、空からの槍はミサイルではとマリオ言っております。あるもんね、そういうスタイルのやつ。そうなんですよ、うん、ガーッと落ちてくる槍これがミサイルじゃないかと言ってます、うん、でも結局知りたいのって、うん、人類滅亡っていつなのとか、まあね、世界滅亡、地球滅亡っていつなのって言ってるんですよ。まあ、それ多分さ、うん、それをね、なんか売りだったみたいなのがあるから。そうです、そうです。マリオちゃんと分かってます、うん、いつ人類が滅亡するのか、そして地球がもしかしたら滅亡するのかという、うんうん、この年代分かってます。最悪な年代いきます、うん、ビビらないでねみんな、うんうん、怖くってっていうのはちょっとなしにしよう。もう笑ってその時代迎えましょうみんな。じゃ迎えるぐらいなんだ。はい、いきます、うん、はい、人類の滅亡はマリオ曰く、うん、7074年。どうでもいいわ、もう膝から落ちて震えろ。いやいや、どっから出した計算なんで、その7000何年っていうのは、はい、でもそれは簡単にマリオ言わないですよ、口固いんで、マリオ。いやいや、急激にどうでもよかったな。いやいや、ここだけの話って伝えた話、マリオに伝えるじゃない、うん、誰にも広がらないもんね。いや、口固い、だから7074年なんですよ。どうしてかは言えない。結構こういう業界でやってるけど、聞いたことないよ、その7000何年に滅亡説。7074なんです、マリオは。そうなんだ、まあいいけどね。震えて眠れ、うん、7074年まで。なるほど。というわけですよ。じゃあ当たるかもしれないからね。そうです、そうです。まあまあ、まだ分かんないから、それは。まあ、これを知って思うのは、うん、人それぞれの解釈ってことですよね。いや、もう結構めちゃくちゃ難しい。そうなんですよ。そうそう。結びつけしてたなと思ったよ。うん、そうなんですよね。まあ、今までの予言もそうですし、これからの予言も、実は、え、何これっていうものが多いわけですよ、うん、ね、で、あの世界でナンバーワン、歴代ナンバーワンって言われてるノストラダムスでさえこんな感じなんですよ、うん、だからふっと現れた預言者です、あなたこうなりますよっていう預言者とかに騙されないでください。何にも見えてないから。何の教訓だよ。何も見えてないから、その人たち、うん、ノストラダムスさえ無理なんだから、うん、ね、っていう話なんですよ。で、僕がですね、このコメント欄に欲しいっていうのがですね、そうね、何、はい、予言とかデジャビューですね。ほう。例えばですけれども、誰々にこんなこと言われたと。あなた明日気をつけた方がいいわよとか、うん、何年後何々した方がいいわよとか、足怪我するわよって言われて本当に当たっちゃったとか、うん、あと、ここ来たことあるなとかっていうデジャビュー。うん、え、何年か前、まあもしかしたら数日前にこのビジョン見たぞ。うん、え、ここも合ってる、ここも合ってる、初めて来た場所なのに、みたいな、そういうことがあればコメントにぜひぜひお願いしますという。じゃあなるべく体験談がいいかな、ね、そうですね、体験談が良ければいいかな、はい、あと、まあ他にもですね、こういう預言者いますよっていうものがあればぜひぜひ欲しいなと思います。はい、はい、まあ、今回はノストラダモスが伝えたかった本当の預言とはというお話でした。以上です。ありがとうございました。